2番のプレイヤーあ、猫は先生、発パッ言チしあてりくがださとう。おはようございます。村人陣営です。ということで、一番最初の発言として、絶対、まあ、僕のこの1、まあ、前半組に関しては考察が伸びない。ましてや僕の考察なんて伸びるわけがないので、そうだな、なんだろう、村人の進行論としては、まあ、僕の発言に、まあ、おかしなところ、合っているところあると思うんですけども、それについて僕をだんだんもう殴ってください。はい。そうすれば、僕とその人のとか、LINE とか、僕が単体精査ができるので、僕自身が。で、周りの人たちも、それで、まあ、単体精査ができると思うので、はい。僕なんて伸びないのが当たり前です。黒はい。い力。で、2周目で、ガンガン伸ばして、他の人の発言も拾って、白要素、黒い要素、拾っていきたいと思っておりますので、ちょっと、夜中ですいません。カミカミで申し訳ないです。じゃあ、3番さんに回します。3番のプレイヤーはちょっ発と言なんしかてく役ださあい。るんかな。はい、おはようございます。特に知らないですかね。2番さんは、もうちょっとヘイト管理をしてくれ、あなたが村なら。って思ったかな、率直に。色こそ落ちてないけど、2番さん村だったらヘイト管理をしてくれって思った。2番さん2周目次第だけど、ちょっと印象悪いかな。で、僕から、発言はちゃんと聞いてください。印発象言悪はちゃんと聞いい。てください。で、占い師に関しては、神明、ちゃんと取ってくださいね。出現した人は、僕基本的に出現ってもう、無理だと思っています。はい、出現した人はもう釣ります。占い師も出現したら神切ります。はい、そこを把握お願いいたします。かな。はい、ちょっと色落ちないかもしれないけど、これで待ちたいと思います。以上。4番のプレイヤーは発言してください。はい、4番の古畑任三郎です。3番さんとは違って、2番さんってヘイト管理云々の前に、まあ叩かれてそこから人外を見つけるよって言ってるんじゃないの。人外を見つけて、そこを怪しむよって言ってるから、少なからず2番さんって後続を活性化させようとする意思はあったなって思ったかな。つまり言うと3、4、5、6、7、8、9、1、この発言の活性化をさせようとしてるんじゃないって思ったから。3番と違って僕は別に2番さんは印象は悪くなかったですね。はい。最近ヘイト管理って言葉がすごい飛び交うなって思ってます。3番とは僕は見える光景が違うんだなって思ったぐらいですかね。まあ、少なからず2番さんに言えるのはド M プレートも取れますね。はい。2周目考察伸ばします。以上。うん、5こ番。れ4番さんが3の叩プレけイたらヤーは白いけど発言な。してください。はい、占い師です。4番さんだんだんで白。4番さんだんだんで白ね。把握お願いします。2番さんについては、まあ、色落ちなしで、3番さんについてはその2番さんは印象が悪いと言ったのをね、まあどう見るか、それと占い師出現したら釣りますって言うけど、出現って人によっては出現と捉えたり、セットね、アッそうプでまもでなはかっ似たりてするるよ、かこれ。ら、その辺は結構さじ加減になっちゃうよねっていう曖昧な基準だなっていう印象ですかね。はい。まあ、3番さんの印象、いい悪いは言わないですけど、まあ、どっちかというとあんまり納得できなかったかなっていう印象ですね。はい。で、まあ、そうですね。狩人さんについても、立ち回りはもうほぼほぼ任せますね。はい。こもうん狩ばん人さは。んもバカじゃないんだから、ね。子供じゃないんだから。出た方がムラリがあると思ったら出てほしいし、はい、自己満足だけはやめてほしい。それは霊能も同じですね。はい、霊能で、なんていうのかな、2番さんの2周目のところの始まったところでまでには絶対出てください。はい、もう1周目から僕は出た方がいいと思ってますね。盤面すっきりさせてくれた方がいいと思ってますよ。はい、もう出ないとか潜伏とかもありえないからね。はい、それだけは言っておきます。はい、で、あともう素村でね、やめてくださいね、須俺村すとらは真やめてく逆ださのい。あれやはい。発須村言やは絶け。対もう釣ります、自分は名ね。前に似はい。合わぬそれであどんなれ言いや訳をね。使おうとも、もうほぼほぼ僕は黒で見ちゃうから、須村ですらっていうのはもう絶対やめてくださいっていうことだけこれ言っ延て長おあきたりいかやっな、たっもう本当け？に、なんていうのかな、村が、もう本当に濁不る良から、は派でい、タ村コありないでさんすから名乗ね。るなっていう自己ルンバ満のさプん。レーは、もう絶対やめてくださいですね。はい。もうそれ強く言いたいと思います。それわはい、4か番るさんがね。ランダムで白でした。6番のプレイヤーは、それこ2そ番偽さん、発タコ言マしだてくよ。ださい。はい、占い師です。ランダム4番白ね。5番が 4白打ってるから、どうなんだろうね。5番の色っていうのは分かんないけど、強靭狼、
どっちかっていうと狼っぽいかなっていうのを思ったかな。三号老老って割とあるんじゃないって思ったんだけど、あの段階でね。二番さんの進行論で言うのであれば、後半1からもうどんどん色つけていけばいいと思うんだけどね。その発言で殴ってくれというより、そっちの方が分かりやすいんじゃないかなと思ってるから、七番さん以降っていうのは前半1の色をつけていくべきだと俺は思ったかな。その進行論を乗っかるとするならばね。うん。まあ、二番さんの位置っていうのは発言が伸びないって言ってたけど、二周目の位置かなと思ってる。サンマーさんに、サンマーさんが言ってたんだけど、これ追加 OK だっけ？誤魔してたね。うん。出現すれば芯を切るとかそういう発言はしてるけど、例えばね、俺と2番が意見が違うかとして、それって狼を探す一端の精査でしかないから、まあ、いわば狼を探す入り口でしかないと思ってるから、なんかそれだけで芯を切るとかいう発言、それとヘイト管理、なんか4号は触れなかったけど、あ、4番は触れてたのか、ヘイト管理って狼がするもんなんじゃない？うん。今、ヘイト管理してくれって言ってるけど、ヘイト管理って狼がするもんなんじゃないかなと思ってるんだけどね。うん。だから割と3番って何言ってんのか分かんなかったし、2番に関して印象が悪い理由がそもそも分かんなかったかな。うん、5番さんは3番の色をつけたくないって言ってるから割と3号ローローっていうのもあるのかなって現状思ってます、うん、ぐらいかな。霊能は1周目に出てきてください。狩人も、グレーを詰める場面になった場合は出てきてほしいかなと思ってます。いやでも今日3番つっていい気するな。なんか発言おかしかったしな。いや強靭っぽいとも思ったんだけど、その新切るっていう強気な発言はそう思ったんだけど、まあ一応その後7番のプレイヤーは発言してください。はい、こんにちは。1日目の1回目喋ります、小林です。お願いします。結構大荒れになっていますが喋ります。2番さんはいじめてほしい方ということで、まあいいと思うんですけれども、もしその2番さんを怪しんだ人が村人だった場合、ちょっと村人同士、もし2番さんも村人で2番さんを疑ってる人も村人だった場合、ちょっと無駄なお殴りになるので、その辺が怖いなと思いました。3番さんは2番さんに突っ込んでいたような気が しています。で、4番さんはそんな3番さんを突っ込んでいたので、結構いい234とリズム感が、動きにリズムがあったので、これから見せ場じゃないかと思います。5番さんと6番さんが4にしろということで、このまま CO なければ4番さん隠しろということで、まあその通り4番さんは別に黒いこともなかったと思います。で、占い師どちらがどちらかということなんですけども、どちらもどちらもというところだと思います。でも6番さんがもう今日は3でいいんじゃないのとかっていう決断力をお持ちでございますから6番と3番の組み合わせはないと思います。2回目頑張りますのでお願いします。結構考察できてるね。のプレイヤーかわいい喋り方は発言してください。はい、例のです。例の、5と6が3しろってことで、あ、3しろじゃない、4しろか、4しろってことで、そうですね、まあ、2番さんについては、まあ、2周目って感じで、で3番さんについてはまあ言われてるんですけど、6番が言ったのかな、なんか2番に対してなんかヘイト管理してくれみたいな、ヘイト管理って言葉ってどうなんだろうなみたいな、ちょっと思ったんですけど、そのヘイト管理をしているようなムーブって逆に黒くなっちゃうから、あんまりしない方がいいんじゃねえのって普通に思ったから、その指摘がどうなんだろうね。うん、普通に思ったこと言ってたら白く見てもらえるから、そっちの方がいいような思ったけどね。で、7番に関してはなんか SG 字にされそうだなって印象を持ちましたね。はい、以上です。9番のプレイヤーは発言してください。はい、村人陣営でした。5、6を精査した場合、6の方が偽かなって思っていて、理由は、6番って、
産後狼を追ってる視点がかなりちょっと薄いかなって思っていて、産後のラインって見えないと思ってるし、かつ6番の3叩きが結構不当かなと思っていて、あのヘイト管理って3番は村でもやるよ、あのやる必要性があると思ってるっていう考えだと思う。っていうか実際はそうだと思ってるから、私もあの村でも例えばいろんな人に殴りまくってて、村の人がそれで怪しまれて、あのなんだろう、感情票で入れられたりとかして負けるっていうのもあるから、だから村でもヘイト管理っていうのは一定程度すべきだと思ってるから、だから6の3への指摘ってちょっと不当かなって思ってます。だから6が偽だと思ってるから3って一番村かなって思っていて、釣り地としては7-2で、7って占い審議が曖昧だなと思ったし、まあ、2は若干防衛感っていうところで挙げる。1番のプレイヤーは発言してください。はい、ちょっと9番さんと視点が合わないね。俺もね、3番さん一番怪しいと思った。みんなが怪しんでるように。俺、2番さんの印象ってね、悪い方じゃなかった。どっちかっていうと、フラットよりいい目の方だったんだよね。殴った方が情報が落ちるんでも殴ってきてくださいっていう発言って、間違ってるかもしれないけど、印象ってよく見えたから、3番さんがそこ印象悪いって言ったのがすごく違和感あったから、3番釣りたいなって思ってて、4番さんがね、3番さんを若干怪しんでたけど、しっかり釣りをしたらめちゃくちゃ4番さん白いなと思って、ただもう4番さん隠しろなって、だからね、6番さんがしっかり3を釣り寄せるっていうのは、俺6番さんの方が新芽だと思うんだよね。だって、ライン見れるからね、6番さんが狼であった時、3の狼がないって5番さんに教えてるようなもんだから、しっかりライン見せるって、まあ、7番さんも言ってたけど、3、6ってないよね。ライン見せる行為って狼しないと思うから、結構6シーンだと思ってるの。9番さん真逆言ったんだよね。で結構3の狼追ってないっていうのが、9番さん強靭なのか、それか3番さん連れて白の時に白くなろうとしてる人狼なのか、俺は今日3番さんか9番さんどっちか行きたいかな。7番さんに関してはね、3、6っていうのがないよねとか、あの結構考察残してたんで、7って釣らなくていいんじゃないかな、まだ。俺今日3番さんか9番さん行きたい。まあ、2番さんはちょっと2周目聞いて判断したいかな。2番のプレイヤーは発言してください。はい、僕の番2周目ですねということなんですけど、やっぱり案の定3番は俺のことをそういう何反応してきたよね、その票回収だ、ヘイトを集めている、集めてない、どうのこうのって、それって俺うまく理解ができてなくて、誰かも前半かな言ってたんけどさ、狼がやる行動だと俺思ってんだよ、ヘイト管理って。わからんよ、わからないけど俺なりの解釈なんだけど、だから一番最初でそんな発言も、そんなヘイト管理とかできるわけないでしょと思って、一番最初で誰も発言してないのに、うん、でそれに対して9番は俺は自己防衛とか言ってきたんでしょ。何を自己防衛なのって、何も一番最初なんだから自己防衛もクソもないでしょって、っていうなんかもうなんか殴りやすいとこを殴ってきたっていう印象かな、3と9に関しては。うん、ちょっと視点が合わないな。で、それに関しては俺は1番はまだ今の発言なんだけど、まあまあまあわからんでもないなっていう感じかな。うん、で7に関してはなんだろうな、あのよくわからんな、なんか話が飛び飛びになってて何が言いたいのかと思って、で8番もあの例の確認一人になったからいいけどさ、確かに7番は SG1 にされる位置だなと思って、ちょっとそこもちょっとな、まあ2周目の発言聞くけど、まあ、ちょっと釣り対象に入ってくるよね7番も、うん、でそうすると、まあ、3番も発言聞くんだけど、3、7、9、1番はちょっと今置いといていいかなと思って、まだ最後の発言もあるし、まあ、9番も7番も3番もなんだけど、うん、わかんねえなって、あの占い師に関してはまだわかりません。はい、フラットです。そんな感じかな。じゃあ怪しいのは9、7ぐらい。3番そう怪しいんでないのか。発言してください。はい、2一本指定でいいかなと思っているかな。
9は絶対に釣らせないかなと思っているし、あ、一つだけ言っておくね、9が俺釣られたとしても、あの6の芯は切ってくださいね。6の芯はないと思っています。6って、あの9が言ってる通りに、俺の叩きって全く思って不当かなと思っているし、6って最後の発言で、いやでも三強人かなって、俺に白出てきた時の保険ですかね。はい、6って3が釣りたい。じゃあ、産後狼で見てる。でも俺が狂人に見える。何ですかね。俺が狂人で、占い師に関して、狼に対しても、圧をかけるんですかね、狂人で。ありえないですね。はい。っていう感じですかね。9の言ってることがマット。1は何がしたいんですか ?1 がめっちゃ狂人に見えるんだけど。うん。7に関しては、本当に精査皆無だと思ってるから、2周目の発言次第にはなるが、今のところ2が釣りたくて、2って占いの優劣をつけなくて、かつ9、3、7って上げてて、やっぱり3番手殴ってきたよねって言ってるのにもかかわらず、釣り1、9、7かな。は？あなたの目線から行くので、9が入るんだったら、9時点で3ないし、3時点で9なんじゃないの？はい。一応9、7ってあげといて、9が釣れそうになかったら7に入れたいっていうことなんですか ?2 番さんって。圧倒的におかしいですよね。明言しておきますね。2番から絶対に狩りは出てきません。この人は絶対役職じゃありません。2番釣ります。1本して以上。4番のプレイヤーは発言してください。でも、3番の2殴りって結構不当だと思ってると。2番っていうのは少なからず5、6の発言を1周しか聞けてないから、その場面で5、6の指示、審議をつけろってなかなか俺もその席だったら難しいと思ってるし、3番がそれで6の芯を切れる要素がわからないから、うん、3番起点では9番がかばってくれたから白く見えるのはわかるけど、3番目線で2番がそこで3番を結局釣り位置から外して9、7に上げたっていうのは、どちらかって言ったら3番起点で2番で強靭に映らない。裏目線で6番っていうのと、あと8番っていうのと1番っていうのと2番っていうのが3番はおかしいっていう理論を唱えていて、俺も若干の不信感を抱いている中で、3番っていうのがほぼ平等を向けている中で、2番っていうのは3番に結局平等を向けたにかかわらず、釣り位置を7級に上げてるんだから3番目線って2番あっても強靭じゃない？だから例の結果を生かすんだったら2番釣りじゃないと思ってるんだけど、まあ少なからず最近思うのは、占い師はヘイト管理は必要だよねって僕は思いますね。はい。結局村に投票誘導をかけなきゃいけないから、村に反感を買うようなことを言って、お前隠しろなんだからしっかりしろよとか、そういうことを言っちゃうと感情論で結構入れられたりされるから、占い師はヘイト管理は必要だなって僕は思ってますけど。あとは人外用語かなって個人的には思ってるかな。うん。1番からはそこまで黒要素は拾えてないかなと思ってるかな。はい、どちらかといったら1番の指摘の方がまっとうだと思っていて、7番は文章を読んでるのかなって感じがした。はい、僕は別に3釣りでもよければ9番は2周目っていう感じですね。その場合って2番が結構強靭に今映ったかなと思った。3番が村目線サイクロに置かれてたから釣り位置逃したのかなとも思える。以上。5番のプレイヤーは発言してください。そうですね。まあ、6番、霊能が一角してるんでね、6番がこれ、狂人なのか、狼なのかで、だいぶ変わってくるんですけど、ただね、僕目線は6番が強烈に釣り下ろしてる3番っていうのは、やっぱり行きづらいですよね。まあ、6が狼で、まあ、ライン切りしてるっていうのも、6番の発言では、あまりにもこの人だって、すぐ3番釣りだっていう、ところじゃないですか。でも3番のその叩き返しが相方ではないかなっていう風な思いにはなりましたね。まあ、6が強靭で3番はあそこまで叩く、チャレンジャーな強靭なのか分かりませんけどっていうところで、あんまりだから3番っていうのはだから僕は人外じゃないんじゃないかなっていう、まあ、確信はできませんけど、まあ、ただ6があんだけ言ってるから初日は釣りたくないなっていう位置ですよね。はい。で、7番についてはちょっと言い回しが独特すぎて、リズムがいいだの、ね、これから見せ場だの、もうちょっと落としてほしいかなって思ってるね。だから7番釣りでもいいかなと思ってて、まあ2番、1番ね。1番もなんかちょっと臭い、まあ、なんやろな、わからんけど、9番っていうのは、僕なんていうのかな、1日目、
1日目に太鼓出てきた占い師の芯を蹴るし、ちょっとね叩いてくる人っていう方が、僕を芯と見てくる方がライン切りに見えちゃうんですよね。そういう意味では僕は今んとこ9番さんが怪しいかなと思ってて、まあ占い師回避ってやつだよねの動き、9か2っていうところですかね、自分目線は。6番のプレイヤーは発言してください。はい、じゃあまず9番さんから触れていくんだけど、9番さんと俺って3番に関して取ってる要素が違うと思うから、そもそも9番視点で俺が偽に見える理由が分かんないかな。9番さんが言ってるそのヘイト管理っていうのは、俺3番に関してヘイト管理を狼がする行動だと思うよって言っただけであって、3番が黒く見えた理由っていうのが、3番さんがね2番さんに対して印象が悪いっていう発言を残したのと、占い師が出現したり村が出現した瞬間にそこを釣るって言ってるからね、3番って。それって絶対村の発言ではないと思うし、その、出現とかっていうのは考察の入り口でしかないっていう発言を考えて、3番を総合的に判断したときに3視点で2番が印象悪くなる理由がわからないっていうところから3番を釣ってもいいんじゃないっていう発言だから、そもそも9番と6番って3番に関して取ってる要素が違うと思うんだけどね。だから9番が6番を偽って、まあ別に偽に見てもらうのはいいんだけど、要素がそもそも違うと思うんだけどね。なんかずれてるなって思ったかな、9番さんに関してはね。3番さんに関しては、いや何なんだろうね。2番さんに関して思ったのは、なんで7番を含めたのか、じゃあ2番視点で7番さんってどう思ったのかっていう発言がないのに、なんで7級なのかなって思って、2番さんって最初の発言で3番さんおかしい発言してる、ヘイト管理なんか無理じゃんって言ってるのに、なんで7級なのっていう視点が3番さんを持ってたのはプラス評価なんだけど、5、3あるんかな。いや3番さん視点どういう世界線が見えてるのかっていう情報が全くなかったかなと思ってる。で5番さんは3番を除外してることから、3番は占う気ないしずっと白置きするかなと思ってる。目線が一緒だったから、俺今日3釣りでもいいと思ってる。占い師は2か9か、まあその辺行こうかなと思ってるから、以上。7番のプレイヤーは発言してください。はい、2回目小林しゃべるんですけども、ちょっと隣の部屋で母が我が家の犬を調教しているので騒がしかったらすみません。結構今争いが結構バチバチバチ見えているんですけれども、すみませんね、騒がしくて。2番さんと3番さんで結構バチバチされていると思うんですけれども、私は2番の方につきたいとか、私は3番の方につきたいとかはないんですけれども、客観的に見てどっちかにいてもおかしくないんじゃないかなと思っているので、簡単に言えば2番さんの方だったら2番さんを守っている人が相方だと思いますし、3番さんの方でしたら3番さんを守っている人が相方だと思っています。はい、といったところです。で、3番さん目線、6番さんのシーンは絶対ないって言ってたんですけど、絶対ではないと思います。で、9番さんが、結構お説教されましたので、頑張らないとと思いましたし、1番さんから5番さんにかけましても結構お叱りいただいたのでちょっと頑張っています。ちょっと調教終わったので大きな声で話します。5番さんが色を落とさないのであれば7番から釣りますって言っていたので、他に怪しいとこがあるにもかかわらず小林を釣っちゃうんだとおろそかです。8番のプレイヤーは発言してください。なんか思ったのが、インナーの欄にして、で釣られなかった方を共通占いする方がいいんじゃねえかっていう気がしてる。なんか、だから3番さん結構白くなったと思いましたね。なんか、2番がその97釣り位置に上げて、そこで3番が2番一本してっていうのって、3番が狼だった時ってできるほどのヒットポイントはないと思っ
った、あの時点での3番にはね、うん、絶対釣られたくない人が、うん、ヘイトを向けていない人に対して一本してできるって相当肝を据わってないとできないと思うんで、3の狼って結構キャンセルできるんじゃねえかって思ってて、そこを必要に、6番さんがなんか今日は3釣りでいい、3釣りでいいって主張が、やっぱりなんかしっくりこねえんだよな。うーんって感じ。で、7番さんは結局占い心理とか、あ、まあ5番さんちょっと殴ってたのかな。おろそかですって言ってたね、なんか。色見えなかったらな、釣りっていうのをおろそかですらしいんで。2ならなんじゃいいんじゃねえかな。って感じが。なんかこの2人は色が落ちそうにないような感じがして、地球はまだなんか発言から取れそうな感じがするんですけど、って思ってますかね。狩りないでしょ、だって27に。27に狩りいたら出てきてほしいけど。って思いましたね。3は白だと思うな。9番のプレイヤーは発言してください。はい。僕は7から行こうかなって思ってたかな。あの、色が一番見えないから、で、7の今日っていうのもあり得るから、初日の釣り位置って7かなって思ってた。2番については、正直、なんだろうって思ったけど、ね、2番に防衛官って言ったのは、2番って一番最初にこう言ったでしょ。あの、この位置だから考察伸びないからとかっていうような言い方をしてるから、別にそれって必要ないから、なんだろう、釣られるわけにいかないっていうような感じの動きに見えたから2番と防衛官っていうような話を僕はしたかな。ね、3が改めて白いと思ってるから、正直実施点って2と7の2周目の発言を聞いてからさらに考察かなと思ったけど、7番が全く色落ちないなっていうふうに思いました。で、占い新規についてはやっぱり改めて6の方が偽かなと思っていて、僕とずれてるって何がずれてるの、あのヘイト管理は狼がするじゃないって言ってるのに、しかもかつ4番は占いがするものじゃない、占いもするものじゃないのっていうような言い方をしてる話を全く聞いてないで6番って考察してるし、3一本で言ってるのが謎。3番の発言をよく聞けば、今の8番みたいな考察になると思うんだよね。大阪さん、今日やな。だから、6番が3を釣りをしてるからこそ6が偽に見えてしまう。だから、誤信。強陣位置って4か7かなと思っていて、4番って、なんだろう。結局占いに触れないで、なんだろう、3が2を釣りをしてるのを必死に2をかばってるような感じがするから、4番って。はい、だからラストウルフって、2か7か、まあ、場合によってはこのあと1の発言も聞くけど、はい、だから私は7に行こうかなと思っている。色が見えにくいから。1番のプレイヤーは発言してください。いや、もう9番さん明らかに今日だと思う。俺6番さんの方が死んだと思うよ。5番さんって全くライン見せないのよ。釣りたいとこしっしっかり一本で言わないから、6番さんに関してはもう3釣りたいって言ってるから、もし6番さんが狼の時って3ってほぼないでしょ？ってなると5番さんが狼って見つけやすくなるんよね。だから6番さんが狼だったらよっぽど度胸がある人だなって思うけど、5番さん見せないんよ、ラインを7行きたいとか、2行こうかなとか。だからね、しかも、あの、5番さんの位置で喋ってないとこに白打ちはちょっとリスクがあるから、やっぱ喋ってるとこに打ったっていう精査とかもできるし、確率論で悪いけど、そういうとこも6の方が俺死んじゃないかなと思ってんだよね。確かに2番さんと7番さんって審議しなかったから、釣り位置には入るとは思うんだけど、7番さん若干5怪しんでたから結構残していいと思うんだけどね。やっぱ9番、1周目だいたいやっぱ3番さんが違和感あったから、そこをかばった9番さん今日じゃないかなと思ってる。それと2、3、どっちかに狼が行って、グレーの7行きたいんじゃないかなと思ってるから、俺も9番さん行こうかな。俺ね、あるとしたら2、6人狼はあると思ってる。その理由って3番さんが2釣りをしてるから、6番さんが3釣りをしたって感じ。ただ5の相方が、3、5か。5が相方だったら3、5だね。
やだから分かんないから俺9行く。もう9番さん強人だと思って釣るよ。投票を始めてください。あ、いや、オラじゃないべ。え？集まってんや、大阪さんに。1、2、7。2番のプレイヤーは発言してください。俺に入れてるのは3、4、5。3、4、5ね。だ3番、じゃ3番はさ、その何、俺の精査はいいんだけど、その何、占いの神経がついてないからとかいうのはいいんだけど、3番目線、5、6、失言とかしてた？さっき話聞いてて。で、審議つけれたの？その発言なかったよね、3番に関しては。うん、3番、怪しいと思ったんけどな。うん、すっげえ俺にしかヘイトっていうか、俺にこうバーって言ってくからさ。7、9に入れたんか。ヘイトをこう返し、ヘイト返し、管理してるのかなって俺は思ってしまったけどね。俺一本指定だし、なおさら。で、うん、そうだね。それぐらいやな。で、9番に入れてほしいんだけど、やっぱ9番ってさ、なんだろう、27って言ってたけどさ、なんで俺、発言伸びないのは当たり前でしょ、普通に考えて。で、9番は、なんだろうな、その8番の言ってること正しいよって言って、なんか釣られないようにして、色を見られたくないのかなっていうのをちょっと8番の霊能にすり寄ってる感は見えたかな、9番の発言で。うん、それぐらいやな。だから7番とか、7番はって言ったけどさ、7番なんて本当に何言ってるか分かんない。うん、誰か言ってたけどさ、いや、大阪さんに連盟に上がるとか、俺よっぽど視力見られてるよな。だから俺言ったよね、7番の精査 SG1 にされるよって、そんなことしてたらって言ったよね。俺ちゃんと7番とかに言ってるよ。触れてないわけないじゃん。急投票お願いします。9番のプレイヤーは発言してください。2番さんがもしも村であれば私に投票した理由をしっかりと言うべきだと思うけど、かつ霊能が27の乱って言ってるんだから27の乱にするべきだと思うけど、だから1番が多分強人なんじゃないかなって思うけど僕に強塗りしたくって言ってきてるでしょ。いや、これ大阪さん今日やろ。1番さんよく聞いてね、1番さんよく聞いてね。8番が27の乱って言った時点で27から狩りが出てきてないんですよ、1番さん。どういうことか分からない。勘弁して、占い精査合わないからっていうのをやめて。多分1番って、1番がもしも狼だった場合って、僕と意見を食い違える必要性がないと思ってるから1番村かなと思っていて、3番は明確に村だと思ってるから27のどちらかなと思ってる。だから8番の進行って僕視点ってめちゃくちゃ真っ当だと思っていて、27どちらかから、どちらかつって統一占いっていうのが真っ当だと思うけど。俺の資料透けてるみたいやん。もしも僕が狼だった場合って2番の指摘っておかしくて、6、7、8みたいな感じの順番で3を釣りをしてる中で、僕3が言ってること真っ当だよっていう言い方してるから、だから僕がもしも狼だった場合ってそのままの流れで3を釣りをす方がヘイト管理ってきちんとできると思うけど。はい。で、僕が7に入れた理由っていうのは、7番が一番色が見えないから、だから占って結果白で、強人とかっていうのが嫌だから、だから今日の釣り位置って7でいいかなと思ったんだけど。例えば7に黒、例えば7が村で、7が狩りだと思う、ね、7に黒が出たって言った時困るから、村視点多分崩壊すると思うから、はい。いや、大阪さん黒ごめんな、5人行くか。2行くか。もう黒釣れたら占いローで終わるしね。でも大阪さん今日だろ、あっても。うん。2番のプレイヤーが選ばれました。え？ 5、6 が、5、6 が9いってんの？ 2 番のプレイヤーは発言してください。
今9番おかしいこと言ったよね。俺との決選投票なのにさ、9番が7番に入れた投票の理由として、その7番の色が、そのもしな7番が黒が落ちてしまったらっていう、なんでそこを懸念した？黒が出たら別にそれはそれでラッキーじゃんってなら、7番が。なんでその7番ばっかにその執着してたの？俺がその偽要素っていうか、俺が村人じゃないと思って俺を釣りをしたんでしょ？釣りをしたっていうか、投票したんでしょ？僕はないな。じゃあ俺のことバンバン言えばいいのに、なんで7番をなんかやたら守るっなのていかうな。か、なってるの？黒が出たら村崩壊するよとか。それが9番おかしいでしょって視点が合わないんだって言ってんの。わかるかな？わかるかな？これで、それだっ俺かた4ら、それ冠だったなら9の番、か。何、8番が27俺かを4冠入れるはいいって言か、ってたんならさ、じゃあ3なんで冠、7番じゃなくて3俺に冠入れなんなやかっろたってな。なる。1日目。で、俺ちゃそうだよね。7番は、違う、9番は7に入れてるよね。そうだよね。そんな言ってんならさ、3番が白いって言ってんならさ、3番が俺一本指定してるならこそ、じゃあ俺を投票するべきじゃね？俺に投票するべきじゃねって、やたら7番を守っている発言。俺はそこはちょっと9番おかしいなと思って。まあ、頑張ってください。もう僕はこれ以上言うことがありません。夜が来ました。目を閉じてください。これ6、7あんのかな。9は合心で見てるんやろ。9は合心で見てるのに釣られそうになるってことは、6狼の67か62か。いやー、これ黒だったらいいけどね。俺もう黒狙いで投票変えた。これ36だったら強いな。これ36人狼だったら勝てないね。これ36人狼だったら勝てない。どっち壊した？いや、俺か、やっぱ霊の神だと思うよ。俺も狂人目だからね。朝が来ました。動きが。昨夜死んだのは。4番。4神か。5番のプレイヤーは発言してください。7黒2黒。ありです。アリスラです。6番さん真ですね。なので、6番さんが、7黒と言ってるので、7番つってジエンドです。お疲れした。6番のプレイヤーは何これ。発言してください。あ、そう、マジで7黒だったから2黒でしょ。終わりです。以上です。 あ、5番さん、カリウドなの？それ。いや、まあいいけどね。いいけどさ。5番さん狩り？考えたのめっちゃ無駄になったやんか、夜の間に。5 5番さん番狩がりって2言っと9た？入れてるから2級ないのかなとか考えたりさ。3番占いたくなかったし、正直。まあ7で黒だったんで終わりです。7言ってください。7番のプレイヤーは発言してください。小林です。まあ、もうちょっと饒舌にできたと思うんですけれど、ちょっとこの時間に調教が入ってしまうと、犬と母が大暴れしますので、まあ、それがなければもう少し、導けたかなと思いますが、まあ、私は2番さんを守るために9番さんに入れ続けましたので、やるべきことはやりましたと思いますから、ちょろいとか言わないでほしいし、9番さんは別に黒くないけど入れました。終わります。8番のプレイヤーは発言してく発言ださしい。てください。昨日の決選投票で、
9番明らかに仮ムーブしてんのに9番入れてるやつやべえだろって思ったら5番仮なんかい。でも最高でしたよね。27のランで残った方共通占いってもうパーフェクトじゃないか。褒めてください。9番のプレイヤーは発言してください。はい。ごめんなさい。占いで出ればよかったですね。いや1番さんさすがですね。僕強人でした。申し訳ない。7番さんと2番さん。釣りをしちゃった。いやー、27だったんだね。いやー、申し訳ない。お、あの、占いに狼出てるもんだと思ってたから、ちょっと潜伏しちゃいました。ちょっと。大変申し訳ない。1番のプレイヤーは発言してください。ああ、やっぱ大阪さん今日だったね。ちょっと狼狙って2に入れました、自分。いや、7番さんうまく逃げたと思ったけどね。3番のプレイヤーは発言してください。いやー、6番さん申し訳ない。5、6の審議で6、2セットが言ってた俺が、あれだったわ。あ、でもね、あの、6の俺の指摘って本当に不当だから、2って言ってることって全く思って、あの、なんだろう、村人っぽくないし、あの、2番って初週に、防衛官出してるっていう9番さんの指摘も真っ当だし、俺が言ってるのは2番が村人だったらそんな自分に叩きを入れてください、そこと僕のな、あの話し合いでそこのラインがあるとかないとか分かるからみたいなわけのわからないこと言っていて、2番って自分へのヘイト管理ができてなさすぎるんだよね。だから村だったらやめてくれって俺は言ってるし、あの人外だったらまあ別にいいんだけど、だから2番の言ってることって村で知ってほしくないよね。だから俺印象が悪いと言った。それに対しての6の2の2と3の精査っていうのが全くもしっくり来ないから、はいっていうところですかね。でも2の人外はもう硬いと思ったよ。2ってどうやってヘイト管理するんだよ初週にって言ってるけど、まずその発言をしなきゃ大丈夫な話だから、もうその発言をした時点でヘイト管理ができてないんだよ。仲良くして、はい、っていう感じかな。7番さん釣ります。以上。投票を始めてください。ありえん。オラじゃないべ。いや、大阪さんに集まるの笑ったね、あれ初日。いや、カリオドイッチが分かんなかったもんね。7番のプレイヤーが選ばれました。ゲーム終了。うわー、これやったな。ニセタクマさんがこれハマったね、カリウドに。人狼殺のライブ配信毎日やってます。チャンネル登録してぜひ生放送も見に来てくださいね。